城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城ダラダラ探検隊隊長の龍でございます。いいね。チャンネル登録よろしくです。はい、どうも隊長の龍でございます。今回は水郷筑波国定公園浮島園地和田公園に向かっております。この浮島園地のチューリップがね、綺麗だよ、今見頃だよというね情報が入りましたので向かっております。初めて行く場所なんでドキドキワクワクしてます。はい、でね、気になってしまったんですよ。水郷筑波国定公園浮島園地和田公園ってこれどういうことっていうことでね調べてみましたけども、その内容は後ほど。今ね車を止めて撮ってますけど多分あそこでしょうね。はい、行きたいと思います。ここでドーンとね年季の入ったいい感じのね看板が登場しました。でね、気になってしまったんですよ。水郷筑波国定公園浮島園地和田公園ってこれどういうことなんだろうと。このね看板も浮島園地とか和田公園って書いてないんですよね。浮島って書いてあるんですよ。でね、この辺をちょっとね調べてみました。まず水郷筑波国定公園は関東平野東部に位置する国定公園、茨城県と千葉県にまたがり霞ヶ浦、潮来、佐原などの水郷地帯、鹿島神宮、香取神宮、犬吠埼、屏風ヶ浦に至る海岸線を含め水郷国定公園と定めた。1959年3月3日指定、後の1969年2月1日に筑波山、加波山地域を加え水郷筑波国定公園としたとありましたね。はい、で国定公園とは何でしょうということでこれも調べたんですけどもね、日本において国立公園に準じる景勝地、景勝地とは景色が優れている土地ということですね。として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園、国立公園が国の直接管理なのに対して国定公園は都道府県が管理するということでね、さらに調べていくと明治後期までこの場所は完全な島でその名もズバリ浮島ということなんですね。だからこの年季のある昔の看板は浮島になっているのかもしれません。でその後後に埋め立てられて現在に至るそうです。浮島、それから浮島園地、浮島公園、和田公園と現地に残されている看板や案内図と古いもの新しいものがいろいろあってね、呼び方が統一されてない感じでした。でネットでもね調べてみましたけども、やはり一番多く使われている呼び名が水郷筑波国定公園浮島園地和田公園でした。長い、これは長すぎますよね。はい、まあ、こんな結論に達したんですけども、呼び方ですが毎回ねこんな長い呼び方したらちょっと面倒です。僕的にね浮島園地という呼び名がかっこいいと思いましたので、ここではね浮島園地と呼んでいきたいと思います。ということでね一生懸命調べましたので
浮島園地、最後まで見てってくださいね。続きをどうぞ。